はい、皆さんこんにちは、PJ88 ファンクスをやっていきましょう。ちょっとお待ちくださいねと。街に来ましたね。ようこそサリアビナへ。ここに来て、ヒットポイント、あ、全然大丈夫だね。よいしょ。あ、武器ね、ちょっと見ていきたいね。ようやく、あ、ちょっと減ったんだね。あ、しまった。まあ、癖だね。何かいいのあるかな。鋼鉄の剣持ってますね。銀の弓。ああ。銀の弓？銀の弓ですか？金の弓ですか？かな？おお、金の弓買っちゃいましょうか。旅のローブは持ってますもんね。あ、鉄の盾だ。あ、鉄の盾2つにしましょうか。はい。はい。あ、まだ買える。じゃあ金の弓も買っちゃおう。こうだね。はい。いや、もういきなり全部買えちゃったけど、いいのかなと。で、装備しましょうね。ね。あ、いや、いや。鉄の盾だね。防御が25から27に上がりました。あら連続で装備できないのかい？うわぁ、防御13ってすごいなぁ。で、うん。いや、で、で、あ、戻っちゃうんだ、全部。連続にして装備に変えれないんだね。ガルモさん。あ、え？ちょっと待って。鉄の盾勝ってないの、1個しか。ちょっと待って、ちょっと待って。あら、売りましょう。あ、確かに私もね、あれ？よく金余ってるねって思ったんですよね。1個しか買ってなかったんだね、これ。おお、ギリギリ、あ、いや、鉄の盾はいけるんだわ。で、次買うだね。ちょっとドラクエと頭の中ごちゃごちゃなってんでね。はい、150で。そのドラクエをここで装備させてくれるから、やっぱりドラクエってすごいんだね。ドラクエよくできてますね、システム的にね。よいしょ。で、あ、防御力ガルムさん私とほとんど変わんないね。強いんだこの人やっぱり。ああ、いやいや、じゃあ撃っていきましょうか。入った、撃りましょう。入った。これ誰かな。あ、違うわ。一番下まで戻っちゃうんだね。もう持ってるものの一番下まで後ろにするとロープしてくれるのかなと思ったんですけど、ちょっと違ったようですね。さて、皆さんと喋っていきましょう。あらららら、あらららら。狼の牙というものを探せるのですか？私には分かりませんが、ピエータさんに聞いてみてはどうでしょう。ピエータさんの理論の一族は古くからあると聞きますので、ピエータさんの、あ、ピエータさんである、リロの一族ね。ピータさんが所属するリロの一族的にね。古くからあると聞きますので何か知っているかもしれませんよと。おー、で、教会だね。ここは、まあ入れないんだろうね。あ、命を絶たれた人がいるときにと。落ちた。これ壁じゃない。あ、あら、壁だよ。落ちれる。おお。あ、上以外落ちれるのか。ということは、ここ降りれるの？降りれるけど上がってこれない。ちょっとびっくりしちゃいましたけど。へえ。上からは降りれない。下からは上がれ、あの、降りれるっていうことなんですね。おお、これやばい。そうなんだね。これは下手すると落ちちゃうんだよね。リロのおじさんが出かけたまま帰ってこないんだってね。どうしたんだろうねと。お、これは何かクエストの匂いがします。うわー、これ、え、ここにも武器屋。開かない。
昔どこかにどんな悩みにも答えてくれるといい動画だった。あ、そうだそうだ、これを目指してきてるんだわ。でも今はどこにあるのか全然わからないみたいよ。そうなんだね。当てにしてるんですけどね、かなりね。あんた、ボインミクスの実って知らないか？これ、ポーなのかな？ボーなのかな？ポーかな？ポインミクスの実って知らないかい？なんでも死んだ人と話ができるんだ。それさえば母ちゃんと話がポッポッポッと。いやー、死んで残るっていうのはどうなんでしょうね。もうね、すっかり老眼がね、ひどくてね、もうああいう濁音と半濁音読めません、私。いらっしゃい、どうなされますか？あ、何いたしましょう。ペガサスの翼。これルーラだね、多分。買っときましょう。はい。いいですよ、と。先日、ピエタさんの家の周りをうろうろして逃げるように村から出て行った3人の男たちがいたのだけれど、東の洞窟の方に行ったみたいなの、一体何だったのかしら。ああ、もうこれ怪しいな。松明あるかな？あ、松明あと1本あるね。で、このゲームの松明は消えないんだよね。洞窟で長い長時間いたところで。おう。狼の牙かね。悪いがわしは知らんよ。こんな時伝説の井戸があればすぐに解決してしまうのじゃが。おう。この人もそのピロの一族っていうのではなかったんだね。西へ行くと、この人村の人たちのお墓があるんですよ。もちろん、リロイの一族の墓もありますよ。この人東って言ったでしょ。はい。で、東と西に行けないとりあえずね。東と西に行けと。おお、でっかい家がある。ミランジュさんが行方不明になってからというもの、ピエタさんは家の中にこもったままで、全然外に出てこないのやった。どなたか知りませんが、どうぞお聞き取りください。今は誰とも話をしたくないんですが、この人がピエタさんね。女性かな、男性かな、よくわかんないね。ということは、何かこの人のことを解決しないといけないので、まず東だね。ピエタさんは旦那さんのミランジュさんが森に行ったきり戻ってこないので、以前の明るさがなくなり、滅人のようになってしまったよと。どうなんだろう。まあ、これで全部だね。これで全て話したい。とりあえずまず西に行くか。何も問題なさそうに西に行きますか。あなたは？リノの家。ピエタさんの家だね。名前でばかり呼んでるもんだから、ついと。それなら、この一番大きい家がそうで。全然話聞いてなかったわ、あなたのは。これはこっちは？ここ結構広いくぼみだね。なんで行けないと。なるほど。いやー、びっくりしちゃったね。あなたは？あんた、ポインミクス、降りれるんだよね、これすごいよね。ちょっと西に行きましょうか。ちょっと待って、東って何もないじゃない、今。東で洞窟って言ったね。おお、アザーピープル？あ、アナザーピープル？すごいな。しまった。しまった。3人攻撃しちゃダメ。 B を怯えている。あれ、でも攻撃は私の方が上なんだね。私は、そうか、2匹だからいいんだ。よかった。レムスさん強いわ。なんでそうバラバラに攻撃するんだろう。そう思うとドラクエってよくできてますね。必ず弱い敵、先に倒しそうな敵を攻撃してくれるんで、一番ね。洞窟なんかないよ、東に。まあ、そういうルーチンっていうか、プログラム作るのも大変ですもんね。どうなんだろう、これ。どうなんだろうね。相手のことが分かんないから。まあまあ、そうなるわね。なるほど、これが AI か。 ドラクエの で、これが、そうだね、昔はこうやって覚えてたもんね、敵の一言。大体やっていきながら、あとどんぐらいなのかなっていうのね。そういや、もう最近そういうことしないよね、ドラクエ特にしないよね。
あとよろしくっていう感じなんで、まあそれが良くもあり、あなんかメディアさんどっかんどっかん食らってくるよ。ガールムさん遅いんだね。あ、メディアさんは防御させた方がいいのかな。でもどうだろうね、防御というのがどの程度のものなのか。お、入れるんだね。え、その何です、前やってたダイナソアでしたっけ。ダイナソアの防御は正直もうわけわかんなかったもんね。あれ防御できてるのっていうぐらいダメージ食らってたんで、おお、こらしのは、私がネズミでしょ。で魔法でネクトをメディアさんでゴースにいきましょうか。ああ、よかったよかった。なんでメディアさん3番目なんだ、あ2番目なんだよっていうか、あそっか、これ順番も関係ないんだ。ドラクエだったらあのね、前だ、前の方に攻められやすいっていうのがあるんだけど、多分これ多分ないですね、それがね。だから入れ替える必要もないのか。ということは乱数で食らうので、と、まあシンプルといえばシンプルだよね。プログラム的にシンプルになるんでね、テストも楽ですよね。やっぱりないわ、東、どっちの東なんだよ。まず西に向かいましょうか。アナザーキープね。多分ですけどね、ちょっと玉、プログラム的なこと言ってしまうんですけど、これあれだろうね、複数の、その種類が複数ではなくて1種類の中の複数の敵は多分データ配列にしてるんだろうね。そんな気がしてきちゃった。それを乱数で回してるのかな。ごめんなさいね、ちょっとね、専門的なこと言っちゃって、結構痛いね。私が貯めましょうか。フィールドでの回復は私がやりましょう。東は無理となると、まず西に向かえと、お墓があるということですよね。まあ、なかなか敵が強いのでレベルも上がりそうな気がしますね。ゴースト3匹、ゴースト3匹、あーメディアさんどうしましょう。魔法止めちゃおうか。サラ、はい、おお、あ、複数なんだね。これはいいかな。でもマジックパワーなくなるよね。このゲームも HP はヒットポイントというんで、 MP はマジックパワーでいいのかな、ドラクエみたいに。中にはマジックポイントっていうのもあるよね。どうでもいい話ですけどね。誰もいいやね。本当に誰でもいい。さあ西に行きましょうか。ちょっと待って、ヒットポイント30、お、32回復するとちょうどメディアさんがいいわ。いや、これ懐かしい感触する。昔はね、そういう計算よくしましたよね。ああ、そういう意味じゃ、ちょっとなんかウィザードリーに、戦い方がウィザードリーに近い感じかな。おおよそこの敵でっていう。そうだね、ウィザードリーも確か、リッパーモード、なんか敵の種類がすごく増えたね。なんか敵のことを考えながら戦わないといけないっていう、なんか懐かしさを思い出しますね。でもこのゲーム多分90年代だと思うんですけどね。ですから88の中でも比較的新しい、ものだと思いますね。あ、おお、あ、これかお墓消えちゃった。あ、入ったんだね、人がいる。亡くなった人と少しだけ話ができるというポイニクスの実というものがあるらしいですよ。あ、聞きましたね。さあ、おいおい、墓石がない。お、おい、そういうことなのね。おー、一人だけポツンなんですね。さあ、東というのがどちら、あ、これか。この洞窟があるような気がする。ただ私まだあれな気がしますね。まだレベル的に厳しい気がしますね。
あ、でも3人おるといいかな。でもガルムさんが結構打たれ弱い、まあ、レベル低いんでね、それは仕方がないのかなと思うんですけど、だからガルムさんも私と同じようなレベルだったらとんでもないことなのかもわかんないね。結構痛いね。あ、ガルムさん集中攻撃だ。まあでもいけるよね。これは後ろの2人要注意だね。ヒットポイントがね。で、さすがにね、エムスさんは序盤から一人で頑張ってるんで、かなり強いですね。あれ、あ、町がある。あれ、洞窟ってどこだ。東の洞窟。わしはこの犬の村じゃ。この人が森で倒れていたので縁まで連れてきたんだよ。まああんたたちも休んで行きなさい。あ、一言隠すのかなと思ったけど、あ、この人話しかけられない。ミランジュ、私はリロの子孫のミランジュです。ミランジェね、ごめんなさい。狩りに出てきたのですが怪我をしてしまい、この家にお世話になっています。ピーターが心配していると思うので、このペンダントをピーターに届けて無事であることを伝えて。あ、いいですよ、ありがとうございます。怪我が治ったら家に戻りますので、お礼はその時にさせてください。お、いつもはっさり早く。いつもあっさり話が進みましたね。これでピーターさんかな。おお、東というのはこっちじゃないよね。間違いなく間違えてるよね。翼使っちゃうか。じゃあ魔法を使ってさらに行きましょう。ペガセスのツボ、これ間違いないでしょね。やっぱりそうだ。お、選べるんだ。どこだっけ、サリアビナだね。お、なんかルーラっぽい音がしてんだけど、もう同じエニックスさんだからね。あーと、止まってこっか。はい、どうぞと。お金はね、1回の設定で40ぐらい入ってきてますので、もうね、それほどだって今222ゴールドもあるもんね。何回も戦ってないね。まだ10回も戦ってないけど、これうまい具合にやられて落ちちゃうんだよね、またね。で、また道具屋で羽を買っておきましょうか。はい、いらっしゃいますと。ペガサスの翼ね。はい、いいですよと。あ、タイマツも一個買っておこうか。あ、ここだね。このペンダントは主人が持っていたもの、主人にあったのですが、一体どこにいるのですか、教えてくださいと。え、森で怪我をして森の一軒家で怪我が治るのを待っているのですか。あ、それでは無事なんですね、よかったわ。あ、わざわざ知らせていただきありがとうございました。何もお返しはできませんが、せめて家で休んでいて。え、ちょっと待って、やとや無駄無駄になった24ゴールド無駄になっちゃった。おはようございます。ゆっくり休みましたか。あなた方は狼の牙というものを求めて旅をしているのですか。牙のことは全く知りませんが、私たちリロの一族が解決できない問題に直面したときは、リロの井戸から救いの言葉を聞いたと言われています。
しかし昔のことなので私の祖父でないと詳しいことは分かりません。だからお墓なのか。お役に立てなくて申し訳ありません。私は主人が一日も早く帰ってくるのを待っておりますわ。ああ、なるほど。そういうことね。じゃあ話は一個進んで、次はお墓でおじいさんと喋らないといけないんだけど、そのなんちゃらの実が必要ということだね。24ゴールドもったいなかったとなると、あ、でもこの落ちれるのいいね。あ、ひょっとしてあれかな、テストの段階で町から出るのが大変だからというので、あ、これじゃないね、町から出るのが大変だからということで、あれだね、途中から省かれた機能なのかもわかんないね。だけど右方向には外したんだけど、上から下に落ちるところを外さなかったというのは、ひょっとしてあれなのかなプローナーがめんどくさかったのかなそういう話はよくありますね。私もやらないでいいことはやらないでいいじゃないって思うんだよね。そういう感じで思っちゃいますよね。ですが、話を進めていくにはまだ少しレベルが足りない気がしますね。後ろの2人が特にね。レモスさん2とかしか食らわないんだけど、6ゴールドだった？あ、お金が上か。となると私間違ってるね。東はこっちだけど、あ、でもやっぱ違うな。また元に戻るよね。あ、これちょっとめんどくさかった時だね。レニアさんは頻繁に魔法を使った方がいいのかもしれないんだけど、回復は私がやって、攻撃はメディアさんがやるっていう感じにいくのかな。レモンさんすごい強いね。メディアさん痛いわ。メディアさん旅のローブだったよね。あ、そうだね、旅のローブだから、まあダメ元でやってみますか、ここね。リナの一族のお墓でしたら階段を上がって左から2番目ですよ。は？ああ、これ墓だったのか。あ、そういうこと。あ、これあの窓だと思ってました。これ墓石だったんだ。ああ、でもなんか黒が見えるね。これ前に出すと、それだけでブロック作らないといけないから、背景に埋め込んだんだね。ああ、なんか苦労してる感じが見えますね。苦労というか苦悩した感じかな。いかにあの工数を下げてっていうような感じですね。よくあるパターンですよね。工数下げて、まあ、工数下げるとお金も安くなって出荷もね早くなるんでっていうところでしょうね。はい、さすがにこの魔法使いましょうか。一発で倒せたよ。面白いことしてきましたね。拳に力を入れた。こっちラッキーでしたけどね。あ、上が経験値ね。下がゴールね。ガルマレベル5になった。さあ、帰った。痛までが消えちゃうか。マジックパワーが0。腕力が12。体力が7。素早さが11だ。ああ、能力低いね、ガルムさん。それにしたら頑張ってる方か。じゃあ、戻ってみましょう。まず彼のところに戻りましょうね。一応彼に報告したら何か言葉変わるかな。お、いないわ。せっかく来たんだからゆっくり休んでいきます。お、いないということは帰ったということでいいのかな。そうだよね。じゃあもう一回戻ってみる。ちょっと翼はね使わずに行きましょう。経験値上げたいんでね。次はメディアさんがレベル上がるのかな。こ
個人差によって経験値の差があるみたいですね。レベルの上がり差がね。こうで、こうで、こうかな。あ、やっぱあれだね。防御してみました。エリアさんね。やっぱそういうと、ね、あの主人公、誰だっけ。あら？あらら？あ、これは元のさっきの町か。一緒、新しい町が出てたのかなと思ったんだけど。あ、これはメディアさん。魔法使っても問題ないね。数こなしましょうか。ただメディアさん全体魔法なんでもったいないんで普通にしましょうかね。さあこれでもう一度話すと何か戻ってきてたらと嬉しいね。なんか言ってくんないかな。よくそサリアだよね。あなたは言ってくんないんだね。狼の牙というもの。あー、ピエトさんね。はい、あなた何か言うかい。ミランジュさんが、おー帰ってきたわ。帰ってきたのでピエトさんにアカナさんが戻ったみたいで、よかったよかったと。でミラージュさんが戻ってきたんだよ。その時のピエタさんの嬉しそうな顔ってなかったわと。おお戻ってきてる。まずピエタさんと話しましょうか。おかげさまで主人が無事に帰ってきました。ありがとうございましたと。ミラージュさんね、レムスさん先日はお世話になりました。あ、それ私レムスさんが、ピエタに聞いたところ、レムスさんたちは、救いの言葉を聞きたいそうですね。身はピエタにも内緒にしていたことなのですが、本当に井戸は必要な時にだけ開けられる代々伝わる宝箱があるのです。その宝を、その箱を開けてみたところ、小さな木の実が入っていました。何の役に立つのかは知りませんが、どうぞ。あ、糸マスタリポリニクスの実を手に入れることができました。レムさん、それと救いの言葉を聞くにはリロの紋章が必要なのですが、レムさん、実は、あ、これだな、これだな、実は私が森へ、私が森へ行ったのは狩りではなく、数日前から亡くなったリロの紋章を探すためだったんです。私がしっかりしていればこんなことにならずに済んだもの、申し訳ありません、レムさん。ということは今度これだね。今度こそ東に行くということになるんです。どうだろう。あ、まだまだ行けるね。お金もったいないからその道は。さあ、とりあえずね、おさらいをしておきますと、この実を使えば、この今もらったね、実を使えばお墓で死者の方と話ができるので、リロ一族の長老と話ができます。しかしこれにはリロの紋章がありますと。リロの紋章は紛失してしまいましたと。これはあれですね、怪しい3人組が東の洞窟に行ったというので、東の洞窟にあるということなんでしょうね。ちょっとごめんなさい、咳しますけど止めれるかな音声ね。はい、帰ってきました。あ、ごめんなさい間違えちゃった。はい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 と。はい、思わずね、収録アプリの方で、何です？ボタン押しちゃったもんだから、またマイク止まったね。そこちょっとちゃんと気をつけてやらないとね。何色の熱が上がってきた？これ入ってもダメなんですよね。だから、条件が足んないんで。さあ、じゃあ、行きましょうか。東ということは、さらに進んでいけと。いうことなんでしょうね、こっちにね。あ、そういう意味じゃすごい親切なロールプレイングですね。ドラクエも親切でしたよね。過去形になっちゃいますけど。
あ、なんか今6並走してるんですけどね。6はなんかすごくあれだね、もう完全ドラクエの知名度が増したんで、もう意地悪になってきてますもんね。はい、ミディさんレベル5に上がりましたよ。さあ、こういったヒットポイントが60、マジックパワーが50、腕力が4、体力が弱いね、素早さが早いんだ。20になった。ポワンの魔法を覚えたぞと。ポワン、ポワンとするのかなって、おっさんみたいなこと言いましたけど、おっさんだもんね、もうもうおっさんだからいいか。あ、もう時間良くなってきましたね。おそらくポワンっていうぐらいだから雷光かな、そんな気がしますけどね。ではですね、お時間も良くなりましたのでこの辺で一度終わっておきましょうか。PG88 のファングス終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。